なと思うので、ね、この試合相当かけてくるんじゃないかなと思います。両チームの選手の入場です。岩田は4試合ぶりの勝利を目指します。そして京都は2試合ぶりの勝利と。素早い攻撃、セカンドボール回収からいかに素早い攻撃ができるかがこの試合重要なポイントになると思います。うん、まあ、そして後半、ね、ベンチが、ね、どういったカードを、ね、どのタイミングで切るか、はい、まあ、そこからのいかに素早い攻撃ですね。今日原大選手フォワードいかに起点になれるか、そこのコンビネーションをすごく見てみたいので、そういったことができるとすごく勝利に結びつくんじゃないかな。今前半45分がスタートしました。2024明治安田 J1 リーグ第24節、ジュビロ磐田対京都サンガ FC 入っていますので、今日はディフェンスラインの鈴木義則がキャプテンマークをつけています。さあボックスの中に入ってきたマルコ・トゥーリオ、中に入れてきたヘディング、ファーサイド、ここは平田が詰めていましたが、ま、合いませんでした。さあボックスの中切り返してシュートを狙った、キーパー取りました、回収した、ジャーメイン左はたいて金子、中央にはブルーの状態が絞っている、逆サイドへ展開、右サイドバックの上村上がっています、クロスを入れてきた、ファーサイドキーパー飛び込んで、キーパー飛び出していましたが金子が飛び込んでいったシュートは左へ展開する、三沢左のサイドバック、クロスを入れてきた、低いボール中央、原ワントラップして左足、原の左足反転、上村、その外がブルーのジョゼがいますが、グラウンドは入れてきた、ペイショットワンタッチで落としてジャーメン、ボックスの中に入って右足シュート、利き足ではない右足でサイドネットへの強烈なシュート。さあキーパーの三浦からロングボール、このセカンドボールを拾ったのは岩田、金子から左に叩いて松原、ボックスの中に入ってきてニアゾーンからグランダーのボールシュート、ジャーメイン今シーズン13ゴール目、見事に2試合ぶりのゴールを決めました、先制ゴールジャーメイン、1対0岩田が先制点を挙げました。早い展開、一旦戻して上から中ドリブルでいく、右に開いてもう一度ブルーのジョで入れてきた、ファーサイドペイショット、ヘディングシュートは枠を捉えることができませんでした。右サイド宮本、さらにはここに米本も絡んでいく、クロス入れてきたマルコ・トゥーリオ、ヘディングシュート、左に外れていきました。ここで前半が終了しました。岩田と京都の試合は1対0、ジャーメインの今シーズン13ゴール目が、平が空に変わりましてラファエル・エリアスが入っています。京都アンダー19日本代表の平が、まあ、最後惜しいあのシュートもありましたけどね。そうですね、はい、惜しかったですね、はい、さあ後半まもなくキックオフになります。後半は京都のキックオフでスタートしました。ボールをキープしてシュートを打ったマルコ・トゥーリオ、このあとどういった動きを見せるか、前線に一気に送ります、原太一が走る、抜ければチャンスになるが鈴木海人、あ決まった、同点1対1、京都追いつきました。一本の縦パスでしたね、一本の縦パスに原選手、そしてマルコ・トゥーリオ選手、どちらかエリア選手ですね、まあ、いいボールでしたね、相手の背後とゴールキーパーのところでしたけど、まあ、鈴木選手としては少し不運な形でのオンゴールとはなってしまいましたけど、まあ、京都としては前向きな攻撃、まあ、ボールをつなぐ中でもゴール中央平戸、中央にはラファエル・エリアス、原太一、右に叩いたマルコ・トゥーリオ、中に入れてきた、ヘディング決めた、ラファエル・エリアス、いいボールでしたね、移籍初ゴール、 J1 初ゴールを決めました。2対1、逆転に成功京都、ここでタイムアップ、2対1、京都が磐田を破って2試合ぶりの勝利です。降格圏脱出に向けて貴重な勝ち点3を獲得しました。